おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も普通な僕と普通じゃない僕の友達実況プレイ始めていきたいと思います。前回は第2章で職業体験に行って強盗に襲われてイサムさんに何とかしてもらったぜって感じですかねそう、イサムさんの過去のお話とかも聞けたのでちょっと泣きそうになりました。で、今回第3章なんですけど、タイトル見る感じだと新庄ちゃん主体のお話なのかなって感じがしますね。それでは早速やっていきましょう。第3章、普通じゃない魔法授業。誰かができないことをできると、人間はその人を尊敬する。ピアノがうまく弾けたり、上手に絵が描けたり、素敵な文章を書いたり。だから私は、誰かができないことをやれるって、いいことなんだと思ってた。でもそれは、人間だけのルールで、人間ができない魔法を使えるということを明かした魔女という存在は、他でもない人間の手で、たくさん殺されていった。だから私は、お疲れ様です。お疲れ様、三橋くん。あれ、鬼塚先輩は？鬼塚は用事あるって。さっきチャット来てたわよ。本当ですか？おお、すごいすごい。すまぬ、今日は行けぬ、あさってのスポーヌ祭のよくわからん打ち合わせに呼ばれた。スポーツ祭か。すまんの。鬼塚先輩、文字を打つのが結構早くなりましたね。そうね、この前のチャット講座の成果が出て、るんじゃないかしら。じゃあ僕から返信しておきますね。お疲れ様です。オーケー。かわいいこのスタンプ。はじめくんっぽいね。確かにめっちゃカクカクして大丈夫かな。これでよし。スポーツ祭か。あ、新庄先輩はどの種目に出るんですか？リレー。すごいですね。足が速いんですか？じゃんけんに負けたの？誰も出たがらないんだもの。うちのクラスもそんな感じでした。ということは、今日は新庄先輩と二人っきりでお昼ご飯か。なんだか緊張するな。どんなことを話そう。どんなことを話そう。猫カフェのこと、普段の生活について。あ、猫カフェのこと聞こう。どうだったんだろうね。そういえば、あれから猫カフェの様子はどうですか？実際にアルバイトとしてお仕事をしてみると、やっぱり大変ですか？あ、アルバイトに入ったのかな？え？職業体験として入ったんじゃなくてアルバイト？そうね。大変。職場体験の時は簡単なお仕事しかさせてもらえなかったけど、実際に働いてみるとやっぱり苦労することが多いわ。あ、そうなんだ。アルバイトとして入ったんだ。まあでも向いてると思うけどね。はあ、猫ちゃんってやっぱりお世話が大変ですか？いいえ、大変なのは人間の方。え？猫たちがやめてって言ってるのに抱っこしようとするし、お昼寝の邪魔してまでご飯をあげようとするし、何様のつもりなのかしら。ああ、猫カフェは猫を触るところじゃなくて、触らせてもらってるところなのに、そういう意識が低い人間が多くて嫌になっちゃう。
ちょっと不機嫌になっちゃったみたいだ。話題を変えよう。あ、じゃあ普段の生活について聞こうか。新庄先輩は普段はどんな風に過ごしているんですか？普段って？授業中に困ったこととか、普段の生活で疑問に思っていることとか。あのね、鬼塚は最近まで山に一人で住んでいたかもしれないけど、私は普通にちゃんと人間っぽく住んでいたから。人間っぽく？ええ、だから普段の生活で困っていることはないわ。でもだからこそ人間はバカばっかりって思うの。え？人間って、というか高校生ってこんなものなのかしら。こんなものって？不真面目で自分勝手で、学生だったら何でも許されるって思ってる子が多すぎる。目上の人を尊敬するってこともないし、当たり前みたいにゴミを散らかして帰ったりするし。私の気にしすぎなのかもしれないけど、そういう子が周りに多いのが困っているって言えば困っていることかも。ああ、まあそうよね。新庄ちゃんは大人だね。あんまり楽しくなさそうだ。話題を変えた方がいいかも。話題無理に探さなくていいわよ。え？この前の職業体験の時のこと。感謝一応してるけど、私と無理に仲良くしようとは思わなくていいわ。私人間のこと嫌いだから。そうなんですか。私は鬼塚みたいに人間と仲良くなりたくてこの学園に来たんじゃないの。人間の生活をよく知って、絶滅しそうな魔女という種族がうまく人間界に溶け込むためのヒントを探しに来たの。魔女？魔女はね、鬼とか吸血鬼とかに比べて人間に近い種族なの。他の種族から見たら髪の色が違うけど、同じ人間だろってくらいの違いしかない。それでも魔女は人間とは違うの。魔法を使える、空を飛べる、猫と話せる、人間に限りなく近い姿をしているけど、それでも私たちは人間じゃない。だから私たちは馴染む努力をしなきゃいけないの。そして三橋くんはもっとそういうことに恐怖を感じるべきよ。え？おお、夕方ですね。聞こえてるかわかんないけど鐘が鳴ってます。私や鬼塚みたいに人間に姿が近い化け物が人間社会に溶け込もうとしているのよ。それは人間であるあなたにとって恐怖ではないのかしら。それは確かにそんなことない。まあだからってさ、今まで普通に接してて急に私は魔女だよ、どうだ怖いだろうって言われたら、まあ、確かに怖いかもしれないけど、だって今まで接してきたあなたは怖くなかったよって感じじゃない？だから私は別にそれは怖くないかな。そんなことないかな。確かにそれは人間にとって怖いことなのかもしれません。でも必ずしもそんなことはないって僕は思います。うん、そうだそうだ。はあ？確かに人間にひどいことをしようとするシュズペペツバラタタタツトトトトトロトトテテ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 ン。はい。人間にひどいことをしようとする種族が人間社会に溶け込もうとするのは怖いと思います。でも新庄先輩は少なくとも誰かにひどいことをしようと思って勉強をしたり努力をしようとしているんじゃないはずです。もしひどいことをしたいんなら、初めて会った日
火事が広がらないように雨を降らすこともないだろうし、文句を言いながらも猫カフェで真面目に働こうとしたりしないはずです。だから鬼や魔女が人間社会に溶け込むのは悪いことばかりじゃないって僕は思います。一生懸命人間のことを勉強しようと思っている新庄先輩のこと、僕は応援します。な、たとえ種族自体に悪いイメージがついているとしても、その人自体が悪いわけじゃありません。新庄先輩は少なくとも先輩が言っているような悪い人ではないと思います。だから僕は新庄先輩が人間と同じように生きていきたいって思うことは大賛成です。いいこと言うじゃん、はじめくん。わかる、それな。え、かわいい、かわいい。新庄ちゃんのちっちゃい頃だ。かわいい。どうしよう。ねえ、遊ぼう。お前、この村の子？うん。町から遊びに来たの。暇だから遊ぼう。ダメ、遊べない。え？知らない子と遊ぶと、森の魔女に連れて行かれるんだって。そんなことしないよ。魔女はいい人ばっかりだもん。人間と同じ。同じじゃないよ。魔女って空飛べるんだろ？そうみたい。魔法が使えて、いろんなズルができて、人間ができねえことたくさんできんだべ。気持ち悪い。え？なの人間じゃねえべ。人間ができねえことがたくさんできる魔女って、化け物と同じじゃ。結構これ傷つく描写だと思うんだけどさ、ふざけちゃったね。ごめんね。何も知らないくせに。え？私たち魔女が、どんな風に生きてきたのか、今まで人間にどんなことをされてきたのか、何も知らないくせに、適当なこと言わないで！新庄先輩、無神経なことを言ってしまったんだろうか。ちゃんと謝らなきゃ。はあ、そんなことがあったんじゃな。すみません、僕が適当なことを言ったばっかりに。まあ、あんまり俺が口を出していいことでもない気がするが、強いて言うなら、はじめは新庄の身の上をもう少しだけ理解してやるべきだった。そして、はじめがそういった知識がなく、悪意が全くなかったことを、新庄は受け止めてやるべきじゃ。新庄先輩の身の上。そうじゃ。俺はそうでもないが、魔女ってそういう種族なんじゃろ。人間に近い姿をしているのに、人間ができないことができるから迫害されたんじゃろ。迫害って、そんな。詳しくは知らんが、魔女は昔一斉に捕まって、エンマ様のような裁判にかけられ、たくさん処刑されたと聞いたぞ。知っています。魔女狩りってやつですよね。そうそう、そっからは大変だったと言っていた。どんな風に大変だったかは知らんが、たくさんの仲間が殺されたんじゃろ。そうだと思います。僕が歴史の授業で勉強した限りでは、たとえ人間であっても少しでも怪しいと感じたら処刑されて、
無関係の人を魔女だと偽って申告したこともあるそうです。裁判も魔女と疑われた人を水に沈めて、死ねば潔白、生きていれば魔女として殺される、そんなひどい裁判だったと聞いています。そうか。では元から魔女だと周囲の者に教えていたりしたらひとたまりもないの？今まで仲良くしていた者に裏切られ、告げ口され、むごい裁判にかけられ殺される。新庄は若いからそういったことを目の前で見ていないと思うが、そういった環境下で育った世代に教えられれば、人間がどんなことをしてどんな風に迫害され、なぜ今の生活につながっているのかは知っているんじゃろうな。まあ新庄がそういったことを話したいと思うタイプではないのは分かっておる。だから俺は初めが知らなくても仕方がないことだとは思う。そして新庄も初めに話さなかったからこそ、新庄の触れてほしくない何かに初めが知らずに触れてしまったことを理解すべきだと思う。はい、俺が思うのはここまでじゃ。冷たいと思うかもしれんが、二人の問題を俺がこじらせる方が申し訳ない。いいえ、ありがとうございます。あとはちゃんと僕の方から新庄先輩に謝ります。ああ、そうしとけ。新庄は口が悪いが根は悪いやつじゃない。嫌いに並んでやってくれ。もちろん分かっています。僕もちょっと無責任なことを言ってしまったのかもしれません。謝るにしてもどう無責任だったのか、何を理解できていなかったのか、ちゃんと分かった上でごめんなさいって謝りたいです。お前は本当に、いや、何でもない。しかしこの腹綿引きずり出されたたい焼き、意外とうまいの。あ、よかった。また三人で今度は違う味のも食べてみような。はい。イサムさんがいい人だよ。お昼はなんとなく来る勇気がなかった。でも放課後なら、どうだろう、この辺でもしかしたらいい時間かもしれないので、今回はこれくらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。多分これが年内最後の投稿かな多分ね、多分ね。で、新年はちょっと何日か休むかもしれないけども、まあそれなりの時期にあげると思います。なのでちょっと大きく空いたとしてもお許しくださいということで、今回はこれで終わります。それでは皆さん、良いお年を。おつぴよでーす。